こんにちは YouTube、 アレックスと申します。皆様は本当に自分の人生を今生きてますか？ちょっと変な質問ですけれども、どうしてかそれを聞くと、まあ日本に限らず結構奉仕的なファミリーの中で、あの親の身なりになる子供が結構多くて、だからそれを本当に自分がやりたいかってちょっと聞きみたら、まあその辺ではね、何が来るかっていうと、まあいろいろですね。ちなみに一番大事な理由は一番最後で言っていますので、その辺でぜひご覧になってください。そこまでに、では一番理由の前でちょっとした話を言いたいんですが、私もあの自分の人生の中で、あのなんかね、スポーツやったりいろんな音楽をやったりするというのも、そのバイオリン弾いたり3歳からねこうもやったりしたことんですけれども、でもまあ実際好きというかというのは、まあその好きじゃない、まあただは親の言いなりになったわけです。ただね、私も結構時間が経ったんで、まあそれを今は結構気づいたんで、まあ音楽は好きは好きだけど、どっちかというとまあ弾いたりするというのも、まあちょっとそうパブリックスピーキングみたいな恐怖からまあちょっと離れるというか、ちなみに自分なりの人生というのは、みんなが一番何が浮かんでるかって、普通じゃないというかね、だから恐怖感とかね、恐怖とかね、まあ恐怖についてはねいろいろがありますが、まあ実際はね科学的で、あのちゃんと結果が出たんで、まあその調査によると、人間って生まれつきは2つの恐怖しかない。あの高いところから、まあ、落としたり恐怖と、結構うるさい音が出る恐怖、この2つだけ。その他の恐怖は生まれつきではなく、その、まあ、自分が住んでるの周囲によって、またはまあメディアとかね、学校とか友達とか、その辺からそのいろんな影響を与えたりすると、まあいろんな恐怖も生まれる。だからみんなは、まあ普通なんか自分がやりたいことはなんか恐怖持つべきではなく、ちゃんと進むべきだ。まあ二つ目の理由は、やっぱりまあなんか、まあこれも恐怖の一部ですけれども、まあ、例えば今仕事をやったりすると、まあ、そこで失ったりするとか、あと今就職したばかりで、うん、なんかその会社を気に入らないんで、まあ、ずっとなんかこの、まあ、あまり無駄な仕事をやって、でそこであまり純価値観が上がらないということね。ただね、自分がやりたいとか、まあ、ビジネスだったり何だったり、まあ、とかだったりするのは、結構一番大事のは自分がその、まあ、普通の周囲、普通の友達から離れて、その勇気を持ってその周囲から離れて、自分あっての練習に空回るのは一番大事。例えばビジネスマンとかだったりは、うん、そうすごくモチベーション高い人としか付き合わない。どっちかというと金はもう戻れるから、一つの戻れないの現地は、あのリソースは時間です。
時間は金より大事。そして自分の価値、自分の労働の価値は自分のいる周囲の価値とイコールです。これちょっとだけ考えてみてください。自分の周囲の価値イコール労働の価値、つまり自分が、まあ、とんでもないのやつと付き合ったりするとか、またはすごい消極的な人、すごくネガティブな人と付き合うとのはものすごく嫌じゃない？ただただしょうがなく付き合うっていうのはね、まあ慣れてるっていうのはね、ただね、それは時間の無駄です。時間の無駄です。そしてもう一個ちょっと考えてみたら、自分の人生は何の価値を持ってる。まあつまり、まあ、普通に大学出たり、まあ、就職したり、まあ、そこで時給は、まあ、例えば2000円とか10円とか、まあ、それだったら、まあ、自分の人生は1000円とか2000円ですと言いたい。本当にその自分の人生にその以上の価値持てないのと聞きたいんです。それちょっと考えてみたら。でもね、時間の無駄はもっと厳しいというか、人間というのは多分普通の恐怖よりも一番辛いの気持ちは後悔です。もし明日あんたのは最後の日だったら、で自分が今の死んでるうちに最初の瞬間で後悔だらけの人生を味わうのは、そして浮かべるのは嫌じゃないですか。もう最後だったら安らぎに永眠したいんじゃないですか。だからこういう場合にならないのために、みんなは自分を磨いて毎日毎日一生懸命頑張らなきゃいけない。そして無駄時間を使えない。時間はないなんてとんでもないです。時間はいくらでもあります。例え朝一何をやりますか？ SMS チェックとかね、 SNS チェックみんなやってる。あと、まあ、ニュースチェックとかね。ただね、これは一番の無駄なやつです。一番の、まあ、一流の起業者は、こういうはしないです。どちらかというと、その、起きてる間の1時間と、まあ、1日が始まると、この一番、その1時間、まあ、起きたらからの1時間は、一番大事の1時間です。その辺では、すごく発想力は半端ないんです。だからそれを無駄するのはもったいないんです。もちろん食生活もさることながら、ちゃんとした習慣を持たなければならないんです。例えば最近身につけたのは、私だったり、起きたらすぐスポーツやります。腹筋トレとか懸垂とか、まあいろいろですね。
こうやったりするとすごくあの幸せのホルモン、あのエンドルフィンがすごく分泌されますので、ぜひ試してください。あともちろん食生活ね、朝からまあジャンクフードとか食べちゃダメです。だから本当にみんなは自分の人生を自分の手に握ってるから、だからこの人生を無駄しちゃダメです。みんなはバカじゃありません。生まれたらみんな天才です。生まれつくみんな天才です。ただ自分の周囲のせいでみんなは変わってしまいます。ちょっとこれだけちょっと想像してみれば、これ自分のせいじゃない、みんなのせい。ただそれをみんなのせいするのは言い訳です。その言い訳する瞬間では自分の責任から逃げれる。それその責任から逃げれる瞬間に自分はそのコントロールできなくなる。それ本当にしたい、ずっと自分の人生の中でコントロールできない人生、ただ誰かに言いなりになる。ただ親のおかげでこれやってる、その親がやってるから、まあ親孝行とかね、のため、これはとんでもないの間違いです。そしてかっこに過ぎないんです。それだけ考えてみてください。格好は格好に過ぎないんです。そうだったら毎日は新しいチャンスです。生きてる限り我々はあのみんなは一番宝物を持ってるのはそれが命です。でその命を無駄しちゃダメです。もったいないです。その宝石を汚れるだけです。ただその宝石を磨けるのもあなたの仕事です。だから自分の人生を自分の手で取ってください。こんにちは、この動画をご覧いただきありがとうございます。もしこのコンテンツを気に入ったら高評価お願いします。また毎日アップロードしますので登録もお願いいたします。もし何か批評などございましたらお気兼ねなく下のボックスに書いてください。それでは Keep Crushing It!